い、皆さんこんにちは。タップダンサーの穴田ひらきです。僕は緊急事態宣言がね、去年出てから基本自転車通勤をしてます。でその際にね、スタジオに来るときにね、ものすごく早く来てしまうときがあって、実は今日今朝の8時台です。そういうときは朝活をしています。いろんな曲に合わせて、インプロですけど踊るということをしてるんですが、過去のね、朝活動画も実は少しだけあります。こちらの方、興味ある方はぜひご覧ください。そして、今回の踊らせていただく曲は、じゃん！はい。こちらの、具体的にこちらですね。こちらの曲から、今回はもう、ベタですね。もうジャズといえば、スタンダードなベタな、Take the A Train という曲を踊らせていただきます。もう僕はこの曲自体いろんなアレンジですけど、多分、4、5曲ぐらい振り付けはもうしてます。それぐらいもうね、ベタな、まずジャズといえばっていうぐらいな曲になります。そして、このね、CD ですが、僕のね、タップ仲間が作っている、天才コーラタップジャムというね、僕が作ってるんですけど、タップダンススタンダードですね、もう実は3枚なんです。これらの CD は、タップダンスの一応、教則用 CD という位置づけで、よくね、結構やっぱメジャーな曲がいっぱいあって、さらにテンポもね、いくつか変わってるので、僕もね、実は使ってます。ね、教則としていろんな教えの時とかね、使いやすいようになってますので、皆さんぜひね、お買い求めいただければなと思います。ベースメントさんっていうね、東中野のね、ショップで売ってますので、概要欄にリンク貼っておきますので、そちらもぜひね、ご覧ください。実はこれ、うちで10個まとめて買って、実はスタジオでね、生産改良してますので、当スタジオに行っていただいても結構ですし、東中野のベースメントさんでも売ってますので、ぜひね、こういうのもやっぱりね、仲間が作ってるものなんでね、皆さんぜひ買って販売協力していただければなと思います。それでは本日は Take the A Train に合わせて朝活いってみましょう。
か、ね、これはもう僕が朝早い時来て、でいきなり、まあ、曲選んでいきなり踊るっていうコンセプトをやってるんですけど、だからちゃんとしたね考えた振り付けというのは、まあ、インプロで、その時場合によっては曲によってはその時初めて聴くっていうものもあるんですけど、ちょっとね今の場所あってお見苦しいところもあるかと思いますが、少しでもねタップに触れていただけるかなということで、朝活をたまに最近しております。今回は最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。朝早くからお届けしました。さようなら。